おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今日はね、豚ロースの生姜焼きにしました。で、ハムを半分に切って、貝割れをくるくるって花束を巻くみたいな感じで巻きます。そう、今日はね、豚の生姜焼きにしたのはね、本当はね、とんかつにしようかなと思ってたの。でもね、夕飯も揚げ物の予定だから、ほら、私たちさ、もう中高年だからさ、昼も夜も揚げ物だったら胸焼けがするかなと思って、もう生姜焼きの方にしましたよ。あのね、胸がね、なんちゅうの、胸焼けむっきりくるからね、油もんばっかり食べてれば。まあそう言いながら油もんも結構食べるんだけどね、揚げ物に連発はきついかなと思って、生姜焼きで、簡単にしました。で、包丁の背でトントントンって叩いて、軽く叩いていってね、あの大きな脂身は切り落としました。そして片栗粉をシャッシャッシャッって裏表かけて、これね、生姜焼きのタレを合わせておきます。お弁当用だからね、ちょっとね、味は濃いめです。これはあれだ、だし巻き卵の準備です。今日はカニカマとネギのだし巻き卵、そしてね、お出汁が今日からかやのやだった お出汁が今日からかやのやじゃなくて、あれ、くげふくだって、くげふくでしたっけ、それにね、なりました。これもね、これで美味しかったですね。で、ネギをどんと入れてシャッシャーと混ぜて、今日もだし巻き卵から焼いていきます。このね、カニカマとネギの大好きです。そして私は個人的にね、チーズを入れて卵焼きが好きなんだけど、ベーコンとチーズの卵焼きが好きだけど、夫がね、チーズが好かんからね、作れないんですよね。だからもう一人の時のお昼ご飯とかにね、作って食べます。クリッとして、で、奥のフライパンでウインナーを焼いてる模様です。これで巻き終わりだったような気がするけど、あら、記憶違いでしたね。これで巻き終わりだ。数時間前のことをね、すぐ忘れちゃう。困っちゃう。よし、これで巻き終わりました。で、フライパンに油を熱して豚肉をね、焼いていきます。結
結構ほら厚みがあるからボリューミーです。で裏返してよか風に火を通します。合わせ調味料ザバッと入れて、このねタレをねしっかり絡めます。裏と表としっかり絡めます。で詰めていきます。お弁当は段差をつけてます。お弁当はじゃなかった、お米のところはね段差をつけてます。そして段差のところに生姜焼きをドーンってのせて、バランで仕切ってだし巻きの端っこで底上げをして詰めます。その横に貝割れのハム巻きを詰めて、もう立てかける感じで詰めればね、そこそこ見栄えが良くなるかなと思います。でウインナー詰めて、でミニトマトをちょんって、そして豚肉にねごまをペペッと振って、梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がりです。若干茶色い部分が多いけど、まあ、茶色いおかずは美味しいからマヨしていうことで、うん、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは良い一日を。